おはようマイキー。おはよう。ねえねえ、僕見て何か気がつかない？え？何かって？よく見てよ。昨日の僕と何か違うと思わない？え？何？リアル間違い探し？え？いや、リアル間違い探しっていうか、まあある意味そうだね。よし、任せて。じゃあ間違い探してあげるよ。どこだ？あ、わかった。何何？ふくらはぎにほくろが増えた。いや、増えてないよ。だとしたら難しすぎるだろう。違ったか。増えたと思ったんだけどな。もっと上だよ。え、もっと上？どこだ？あ、はいはいはい、なんだ簡単じゃん。分かってくれた？昨日と服が違う。いや、そりゃ違うよ。みんな大体違うでしょ。え、そうなの？僕いつも服着てないからそういうことわかんないんだよね。もうそういうところに気づいてほしいんじゃないんだよ。もっと上。え、もっと？どこだろう。あ、気づいた？鼻がある。いや、昨日からある。なんなら生まれた時からあるよ。あー、そっか、ごめんごめん。もうなんで気がつかないかな。もうこうなったらスペシャルヒント、髪の毛です。髪の毛？あ、もしかして。もうやっと気づいてくれたか。シャンプー変えた？変えとらんわ。ずっとメリットだよ。見た目でわかるとこ。え、見た目？あ、もしかして昨日より100本少なくなった？いや、ハゲてねえよ。ふさふさだろうが。もう髪切ったんだよ。昨日美容院に行って髪の毛切ってもらってかっこよくしてもらったの。ああ、なるほど。だからハゲたように見えたのか。いや、だからハゲてねえよ。いいじゃん、すごくかっこいいよ。え、ほんと？ありがとう。僕も今日美容院に行ってかっこよくしてもらおうかな。いや、マイキー、髪の毛ないから。あ、そっか。よ、おはようマイキー。って、どうしたのその頭。え、あ、これかっこいいだろ。いや、かっこいいっていうか、なんていうか、いや、マイキーらしくないなって。おい、今なんて言った？え、いや、マイキーらしくないなって。マイキーじゃねえよ、俺は今日からマイキーだから、そこんとこよろしく。え、マイキー？マイキーって東京リベンジャーズに出てくるあのマイキー？ああ、そうだ。だからそんな頭してるんだ。まあな、そっくりだろ。っていうか、もともと東京リベンジャーズのマイキーはマイゼンシスターズのマイキーをモデルにしたって噂だからな。いや、絶対違うでしょ。そもそもマイキーはカメじゃん。あー、タバコ吸いたくなってきたな。いや、子供はタバコなんて吸っちゃダメだよ。そもそもここ学校だよ。うぜえな、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。いや、小島よしおみたいになっちゃってるから。ライター持ってる？いや、持ってるわけないでしょ。誰かライター持ってる？だからやめなって、タバコ加えるの。って、それじゃがりこじゃん、お菓子のじゃがりこじゃん。やっぱりタバコはじゃがりこのサラダ味だよな。いや、じゃがりこはタバコじゃないから。え、違うの？当たり前でしょ、大人はみんなじゃがりこ加えてるんだと思ってたよ。そんなわけないでしょ。もう無理しないで元に戻りなよ。あ、何言ってんだ、なめんじゃねえぞ。だったら俺の武勇伝教えてやるよ。武勇伝？そんなのあるの？当たり前だろ。忘れもしねえ、あれは去年の暑い夏の日だった。あ、いや、春だ、4月だったかな。あ、違う、秋だ、秋の晴れの日だ。忘れてんじゃねえかよ。まあとにかく俺はあの日カッパエビセンを食べながら道を歩いていた。食べたから。すると突然何者かに囲まれ、持っているものを全て出せと詰め寄られた。やばい。しかし俺はひるまずこう言った、お前らにやるものはねえ、立ち去れ。すごい。俺の迫力に圧倒された奴らは、一目散ににゃーにゃーと鳴きながら逃げていった。いや、猫だったんかい。どうだ、すげえだろ。いや、ただの猫にケチなカメじゃん。ということで今日から俺は一生ヤンキーとして生きていくから、舐めてっと痛い目合うぜ。あれ、マイキーどうしたのその格好。あん、え、やだ、ヤンキーみたい、ダサ、かっこ悪。ヤンキーやーめた。なんかいろいろダセー。やったー、明日から春休みだ。何しようかな。ゲームでしょ、あとゲームでしょ、あとゲームかな。いや、ゲームしかしてないじゃん。あ、ほんとだ。っていうかマイキー、3学期の成績どうだった？え、あれね、まあなかなかだったよ。え、ほんと？ちょっと見せてよ。え、やだよ、だってこういうのって人に見せるものじゃないと思うし。いいじゃんいいじゃん、見せてよ。いや、だってていうかさ、人の見る前に自分の見せるべきじゃない？え、僕の？別にいいよ。いや、すんなりだな、少しは嫌がってよ。はい、どうぞ。自信満々。どれどれ。え、20丸ばっかり、すっごいよ。まあね、さすがだね。
でも体育だけ三角だね。まあねってうるさいな。じゃあマイキーのも見せて。え、やだよ。え、なんで？僕の見せたじゃん。いやいや、見せてくれたら見せてあげるなんて一言も言ってないっすけど。うわ、出たそのパターン。ずるいよ。ずるじゃないよ。そっちが勝手に勘違いしたんでしょ。まあどうしても見たいって言うならうまい棒3本くれたら見せてあげてもいいよ。じゃあ別にいいや。え、そっけない。もうちょっと粘ってよ。いや、なんかそういうのめんどくさいからいいや。いや、そんなこと言わないでよ。わかった、じゃあうまい棒1本でいいから。だから別にいいって。なんでよ。じゃあタダで見ていいから。いや、もういいよ。そう言われるとなんか悲しいじゃん。見てよ。結構です。いや、見てください。お願いだから見てください。じゃあそこまで言うなら見てあげてもいいよ。ありがとうございます。こちらが私の通知表になります。どれどれ。ん？三角も多いけど二重丸も結構あるね。そうなんだ、すごいでしょ。マイキー意外に頭いいんだね。まあね、脳ある亀は爪を隠すって言うからね。いや、それを言うなら脳ある鷹は爪を隠すだよ。いやー、本当はさ、もっと二重丸取れたんだけど、僕のキャラクター的にそれじゃつまらないかなと思って。あ、マイキー、これえ、何？丸を二重丸に書き換えたでしょ。え、そんなことをしてないっすけど。いや、明らかに違和感あるもん。ってことは三角がほとんどで丸が少しってことだね。え、いや、先生からの一言。たまにズルをしてしまうことがあるので気をつけましょう。先生、お見通しだね。今後気をつけます。ねえ、最近面白いゲームとかある？ゲームか、そうだな、マイクラとロブロックスぐらいしかやってないからな。そっか、僕あつ森ってやったことないんだけど面白いのかな。え、あつ森？あつ森ってなんだ？どっかで聞いたことあるけどよく覚えてないや。まあとりあえず話を合わせてみるか。ああ、あつ森ね。あれね、かなり面白いよ。あ、ほんと？そうなんだね。どういうところが？え、いや、やっぱり熱々だよね。熱々？え、どういうこと？熱盛だよ。え、いや、間違えた。モリモリな感じ？モリモリ？いや、余計わからないんだけど。雰囲気ね、雰囲気。うん、あくまで雰囲気だから。ほらほら、熱々のラーメン大盛りみたいな。うんうん、それぐらい嬉しい、楽しいってことだよ。へえ、そうなんだ。まあよくわからないけど、やってみようかな。やってみてよ、マジでハマるから。うん、わかった。あと、ゲームで思い出したんだけどさ、イカゲーム知ってる？え？イカゲーム？なんだイカゲームって。え、イカ？イカってあのイカ？イカを何するゲームだ？食べるのか？どうしよう、わからないや。とりあえずまた合わせてみるか。あー、イカゲームね。うんうん、やったやった。え、やったの？どこで？え、いや、まあ家で。家で？いや、すごいね。どうだった？え、いや、どうだったって、まあ美味しかったよ。美味しかった？え、食べたの？え、あ、うん、まあ食べたよ。焼いて食べた。マジで？え、まさかマイキーが殺したの？いやいやいや、僕は殺してないよ。もともと死んでたからさ。いや、残酷だよ。ひどいよマイキー。え、いや、そんなこと言われても、それが自然の摂理だから感謝して美味しくいただいたよ。人間食べたくせに何言ってんの？え、人間？いや、何それ。いや、僕イカ食べただけなんですけど。え、イカ？そうだよ、イカゲームでしょ。イカ食べるゲームなんでしょ。は、何言ってんの。イカゲームってそんなんじゃないよ。そうなの？ドラマだよ。韓国の大人気サバイバルドラマ。え、あー、そっちね。そっちのイカゲームね。なんだそっちって。一つしかないわ。韓国の大人気サバイバルドラマでしょ。いや、それ今僕言った。もう知ったかしないでよ。知ったかなんてしてないっすよ。余裕で知ってるっすけど。ちなみにあつ森はどんなゲームか言ってみて。え、いや、だから、熱々の大盛りラーメンを。ちげえよ、集まれ動物の森だよ。なんだよ熱々の大盛りラーメンって。ああ、そっちの熱盛りね。いや、いい加減にしろ。